安田さん、確かにね、強い思いを込めたものとか、そして大きなお金をかけたものって人生の中でくっきりはっきりと輪郭が残って思い出になりますよね。ぼんやりとやっていたりとか妄想したりとかね、体験しなかったものってのは結構自分のメモリーの中に宿るのって難しいですよ。やっぱりこう、すごくいい体験をした、すごく辛い体験をした、一生懸命やったみたいな意識を込めることによって自分の人生は輪郭を増していくんだろうなと思うんですよ。難しいこととかね、困難だと思っていたこと、そしてずっと叶えられなかった夢を叶えた時とか、一足飛びにね収入が上がった時、私はねやっぱりこう40歳になってネットビジネス始めて、それまでの人生が本当かすむぐらいくっきりとそれからの人生を送れるようになりましたし、将来の絵も結構描きやすくなってきましたね。自分の選択を阻むものがほとんどないっていうふうなことに気づけたのと、実際に世の中不況だって言われてますけども、だから不況だからこそ自分の中からね、自分から好景気を出していかないといけないなと、しっかり稼いでしっかり使うってことによって自分の周りをどん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 豊かにしていくことができるんじゃなかろうかと思ってるわけなんですよ。豊かにね、なっていきたいですね。いってらっしゃい。